はい、王子とのデート、もう何番目かわからないんですけれども、続きです。新マルビルのアフタヌーンティーに来ました。で、こんな感じで、夜カフェしました。まあ、ね、クリスマスイブの、プレクリスマスイブっていうのかな？わかんないですけれども、イブイブ？なので、まあいいかなと思って、ちょっとスイーツを解禁して、こちらを半分ずついただきました。私はイングリッシュミルクティーだったかなにしたので、まあストレートでもちょっと飲んだんですけれども、途中からミルクを入れて飲みました。美味しかったですね。こんな感じでした。あ、で、これ、ここ、母とよく座ってたお席なんですね。これ一番いいお席なんですけれども、奥の、眼下に、丸の内、中通りが見下ろせる、このお席に、私、母と並んで座ってました。母とこういう、長いソファー席とかだと、いつも並んで座ってたんですね。普通、向かい合うと思うんですけども、私と母って、こういうソファー席とかに並んで座るのが好きで、なので、いつもこの席が一番二人とも気に入ってて、よくここが空いてたらですけれども、ここにさせてもらって、二人で、並んで、お茶したり、ご飯食べたりしてました。で、この下を見下ろしながら、っていうのも、ああ、そうだったなって思い出して、ね、やっぱりそんな感じだったんだなと思っちゃいました。今思うとね、幸せな親子だったなってすごい思います。その時はそれが、なんていうか当たり前って言ったらあれですけども、それが私の日常だったので、ね、そこまですごい強く思ってなかったんですけれども、今思うと本当、ね、幸せな親子だったんだなっていうふうに思いました。この席でいつも二人で並んで、なんか笑ってました。こんな風にね、この時期だとこんなキラキラ見えるんですね。母が丸の内中通り歩くの好きでしたね。このなんだろう、この一色の暖色系だけのこれが好きでしたね。このゴールドだけがいいねって。あったかい感じで、このゴールド一色のこの中通りのイルミネーションを気に入っていました。懐かしいですね。よく母と見てた景色ですね。すごいいっぱいなんか写真、なんか懐かしくなって撮っちゃいました。なんかまた撮っちゃいましたね。ここに一緒に座ってたなと思って。すごいしつこく撮ってごめんなさい。はい、出ました。羽織りました。こんな感じで一応その前焼きバージョンも撮りました。ちょっとね、もう髪とか乱れてて申し訳ないんですけれども、ちょっと鏡で確認できなかったので、もう私結構髪がストレートっぽくて巻いてもすぐ取れてきちゃうんですね。なので、多分もうちょっとストレートっぽく一応巻いてきたんだけど、もう取れかかっちゃってますね。まあ羽織るとこんな感じです。こちらが、帰りはね、エスカレーターが少し空いていたので、ちょっと、下りエスカレーターのところでお写真を撮ることができました。懐かしいですね、ここのカフェも行ったかな、この奥に見えてる。懐かしいですね、これ。そうですよね。カフェですよね。多分。ね。なんか行った気がします。行ってた気がします。こんな感じですね。懐かしい。